食用立方体か。どうした？いや、さっき届けた材料で依頼者が作った食用立方体だっけ？そう呼んでたな。あれどうやって作ったんだろうね。っていうか、どんな味がするんだろうね。言葉を額面通りに受け取ると味もしっかりしているらしいが、全然想像つかないね。完全食ってやつ？そうだな。やっぱりさ、食べ物って見かけも大事だと思わない？あのキューブみたいな食べ物を並べてパーティーしようって言っても、ちょっと味気ないパーティーになっちゃいそう。まあそうだな。だってあの茶色い立方体をボスが食べてたらさ、なんか餌って感じじゃない？あ、テキサス笑った。お前が変なことを言うからだ。